いつからだ。昭和52年なのか、なんかね、そんな感じだね。まあ、だからといってね、俺であれば遅い、そういえば悪いけれどもね、この順だけね、俺その守ってきたんじゃないかなんて言ったような感じしますよ。だから順だけでなく、ね、親御さん、あの三代で俺その仕事をやってんだもんね、今。まあ、最高でねえかな。他で、まあ、サラリーマンやってたんですけども、まあ、震災後に、まあ、こっち戻ってきて、この地元の状況を見て、うちだけじゃなくて、もう女川町全部がそういった状況だったんで、これはまあ帰ってきて何かしらの役に立てればなと思って帰ってきたんですけど、そうですね、まあ、うちの銀鮭は、まあ、餌自体にも配合であったりもこだわりもありますし、あと昔からうちの社長がやってきた時代からのそのやり方っていうのをまずっと続けて、まあ鮮度だったり、まあ、味ももちろんですけども、まあ、自分で養殖してそれをまあいかに早く自分で加工まで一貫してやることで、まあ、本当に作ってる人の顔が見える商品っていうのは実現できてるのかなと。まあ、うちだけじゃなくて、まあ、業界全体としてやっぱり鮭っていうと切り身商材っていうイメージ、まあ、量販店さんの方でもそういったイメージだったので、あまりその刺身で食べるっていうような習慣もなかったんですけども、まあ、今年なんかはもう漁協、まあ、組合さんの方でもぜひ刺身でっていうようなアピールもしてもらってますんで、各生産者がこだわり持って育てたこの美味しい金鮭をぜひ刺身で一度ご賞味いただければと思います。